聖書をお読みいたします。ルカによる福音書第10章38節から42節です。口語訳新約聖書106ページです。今日はこの聖書の箇所から人間関係第3の道と題して渡辺和則先生に説教をしていただきます。では聖書をお読みいたします。一同が旅を続けているうちにイエスがある村へ入られた。するとマルタという名の女がイエスを家に迎え入れた。この女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタは接待のことで忙しくて心を取り乱し、イエスのところに来て言った。主よ、妹が私だけに接待をさせているのを何ともお思いになりませんか。私のお手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに心を配って思い患っている。しかしなくてならぬものは多くはない。いや、一つだけである。マリアはその良い方を選んだのだ。そしてそれは彼女から取り去ってはならないものである。前回は許しは祈りというテーマでご一緒いたしました。いや、前回というのは分からない方もいらっしゃると思いますが、そういう方は前の動画を見ていただければ、 CD を聞いていただければ恵みが増すと、そう思いますが、よろしくお願いいたします。許しという大きなテーマの中で今日ご一緒するのは身近な人の許しなんです。世界平和は願うことができても隣の人のいびきは許せないという、私たちが許せないという人間関係というのは身近な人じゃないでしょうか。で、そのところから今日はマルタの信仰に学ぶ人間関係です。あれ、マルタと思われたかもしれません。教会ではよくこのところからメッセージをされるんですが、マリアの信仰がメインなんです。今回はマルタです。もう一度言います。マルタによる信仰です。一言お祈りをして心を整えてまいります。天の地なる神様、今日ご一緒できる恵みを感謝いたします。聖霊様が伴ってくださり、語るものを清めてくださり、大いに用いてくださることを信じて感謝いたします。お世話になりましたお一人お一人の上に主の働きが豊かにありますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。で、今日の聖書の箇所、少しボリュームがあったなと思われるかもしれません。で、それで今日のところの聖書を開いていらっしゃって、もう一度どういうふうな流れになっているのかということを、まず聖書の流れをご一緒いたします。ルカによる福音書の38節からなんですが、一同が旅を続けているうちにイエスがある村へ入られた。ここから始まっているんです。一同というのは、ご一行ですよね。イエス様ご一行様がご一緒行ってきて、注目すべきはイエスがってあるんです。だからイエス様だけがこのある村にお忍びで来たとも取れるわけなんですね。でもお忍びで来た場合、このマルタが忙しくて心を取り乱すほどなるんだろうかということになりますから、おそらくイエスがとありますけれども、お弟子さんも連れてきたでしょうし、ご一行様ではないにしても
こうメインの方はいたんじゃないかと、そう考えられるわけです。だから記録として残せたと、こういうことじゃないでしょうか。このイエス様を迎えたのはマルタなんです。ウェルカム、ウェルカムって感じですね。やっぱりウェルカムされると嬉しいじゃないですか、ね、いや来ないでなんて言われるとやっぱりちょっとね残念だと思いますけれども、イエス様ウェルカムだったわけです、マルタは。で39節はこのマルタですよね。この女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入ったってあるんです。で御言葉っていうのは言語を見ていきますと、イエス様が話される言葉にこう聞いていたという、こういう状態です。だからこのように御言葉の解き明かしをみんな一生懸命お聞きになっていらっしゃるように、マリアは聞いていたと、こういうことですね。でここまでの流れはものすごくいい流れだと思いになりませんですか。なんかそれぞれがこう自分の賜物を生かしてウェルカムしている、こういう感じなんです。接待というのにはいろいろとあります。食事を用意することもそうでしょうし、おしぼりを用意することもそうでしょうし、ゲストの話を聞くというのもこれ接待に入るんですね。うちの手に召された母はこの料理とか体を動かすことによって接待するのが得意でした。そうするとゲストが来られるとすぐ席を立って台所の方に行って料理をし始めるんです。ゲストたちはなんか寂しいよねって感じになるんです。だからまあ料理はいいからともかく私たちと話をしてって、こういうリクエストが来るくらいなんです。だから一生懸命ゲストの話を聞く、これももてなしになるわけなんです。でここからなんですが、40節、ところがマルタは接待のことで忙しくて心を取り乱しって、マルタの心にある変化が起きてくるんです。あれ、彼女はあれと思ったんですよね。なんで私だけ一人ね、マリア気が利かないって感じなんですね。あれって、でそれでイエスのところに来て、主よ、妹が私だけ接待させているのことどう、何とも思いになりませんでしょうか、こう来るんですよね。まあ文句を言いに来たと。あれですよね、ゲストであるイエス様のところに文句を言いに来た。で言語を見ていくと、私一人を接待をするために放っておいてっていうことなんですね。私一人よ、なんか寂しさも感じるような感じです。で41節、主は答えて言われた、マルタを言う、マルタよと、こう続いてこのマルタを諭すということ、これが全体の流れなんです。一言でギュッと濃縮すると、マルタは一人で忙しくて、マリアは気にもかけない、ああ許せない、心の葛藤、こういう心の葛藤って身近な人だけに私たちも持つんじゃないでしょうか。ある時はご主人かもしれない、ある時は奥様かもしれない、ある時は子供かもしれない、身近な人に、ああなんで私だけ、この葛藤。実は私たちが身近な人に葛藤を持った時にどうそれを処理するか、これがものすごく重要だというのがこの聖書の箇所なんです。人間関係の第一の道というのは、自分だけでその葛藤を追って我慢するという道です。我慢の道です。もしマルタが気が弱かったらどうなったでしょうかっていう話ですよね。誰にも葛藤を出せない、ああ私一人大変なのよ、あ大変、あでも我慢、我慢、じっと我慢、
我慢っていう、もう我慢して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 、ああもうどうしようもできないで投げ出すか、でも我慢して爆発する、なんで私だけこんなことしなきゃなんないのって叫び出す、これが、人間関係第一の道ですね。葛藤を出せない、出さない、我慢するの道。でもこれっていうのは心のモヤモヤ感がずっと残るんですね。はい。そしてこういう道を行きますと本当の問題が見えないっていうことなんです。自分も含めてなんですけれども、よくお話をお伺いするときに、いやうちの主人が、いやうちの家内が、いやうちの子供たちが、もうなんていうか配慮できない、あれがあの言動、あれも許せない、一生ものなんてね、大事に取っておきたい、あれはね一生ものよ私のね、ああ許せないということを訴えられる方がいらっしゃいます。私もね気弱な方ですから、ものすごく共感する。ああそう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 、そうだよね、そうだよね、共感するんですが、肝心なところが抜けていることにお気づきになりませんでしょうか。そうなんですよ、相手が何かを言った、何かした、それに対してご自分はどう対処したかっていうことですよ。言えなかったんですよ、出せなかったんですよ、本当の問題はそこにあったんですよ、だから心のしこりに残ってるんですよ。でもその本当の問題が見えないんです。これが人間関係第一の道です。人間関係第二の道です。人間関係第二の道は、もしマルタが気が強かったら、支配的だったらどうなるかっていうことですよ。この場合ですとどうなると、この話の展開はどういうふうになっていくと思われますか。気の強いマルタ、あ、何、私一人がなんでこんなに忙しく しなきゃならないの、マリア何ぼーっとね話だけ聞いてんのと、それもイエス様のすぐそばで聞いてる、許せない許せない。そしてマリアですよね、マリアの手を取って、マリアちょっと来なさい、でマリアのこう、マリア何お姉さん何、まあちょっと寸劇が入ると苦情が来る場合があるんですけども、何お姉さんっていうことになるんです。いいから来なさい。でグググググググっとね、このマリアを引きずり出して、マリアマリア、あなたちょっとね、なんでぬくぬくとあなただけ話聞いてんの？私にどうして一人だけ接待させていいと思ってんの？ちょっとはね、気配りってあるでしょ？おもてなしですよ、おもてなしね、日本はそういうのは得意なんだからね。マリア、こういう場合は気を利かせて失礼しますと言ってね、こう席を立って、お姉さん何かお手伝いできることはありませんでしょうか、こういうものよ、こういうふうにご指導をするという、こういう流れになるとなんか見えてきません？あ、見えてくる、はい、経験されているかもしれませんね。マリアがまた気が強いと喧嘩が始まりますね。何言ってんのお姉さん、お姉さんの中でするのは当然じゃない、何マリア、でその喧嘩が姉妹で始まって、ゲストであるイエス様がまあ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 というふうにして仲裁に入ってくるという、
こういう流れになるはずです。でも聖書を見ていくとそうなっていないんですね。これが第三の道なんです。今日ご一緒したいのはマルタは第三人間関係第三の道を選んだっていうことなんです。第三の道って何なんでしょうか。人間関係第三の道って何なんでしょうか。何なんでしょうか。これは自分と相手の間にイエスを入れるということなんです。これを間接的人間関係と言います。直接にマリアとねマルタがこうやり合うという、いやそうではなくてその間にイエス様をイエス様がいるというこういう状態です。でイエス様と交流をまずして、でイエスキリストから相手に働きかけてもらう、もしくは自分の心が変えられていく、ありのままの自分の状態をまずはイエスのところに持っていくというのが人間関係第三の道です。神学校、その神様のことを学ぶ学校ですよ。進んでいくっていう学校じゃないんですよね。勉強進めって神学校じゃなくて神学校、神の学校で、私たちは東京からその神学校の先生が来て集中講座で教えていただいたんです。で花房先生っていう先生が授業中の中で、まあ、脱線をしたんでしょうか、いや君たちね結婚するときに気をつけておいた方がいいことがある。何ですか先生。こう学生って不思議なものでこう脱線したときにこう集中するという。先生何ですか、その結婚に備えるその秘訣って。それはね、雅歌の2章の7節にあるんだよ。雅歌っていうのは旧約聖書の中にあるんです。まあ、聖書をお持ちの方は開いていただいてもいいんですが、お読みしますので、こういうフレーズです。雅歌の2章の7節、エルサレムの娘たちよ、私はカモシカと野のメジカを指してあなた方に近いお願いする。愛のおのずから起きる時まではことさら呼び起こすことも覚ますこともしないように。愛のおのずから起こる時まではことさら呼び起こすことも覚ますこともしないようにというあるんです。でこれが間接的人間関係を大事にするというこの結婚への備えなんです。どういうことでしょうか。あの人いいなと思ったらもう即ね、即その人に行くんじゃなくて、まずはその気持ちをイエス様のところに、しよう、私はこういう気持ちがあるんですというふうにして、まず神様のところに持ってきなさいと。でそして時を待つと、ね、愛がおのずと起きてくるまであるんだから。で神様の働いたそのベストの時にことはなっていく、こういうことなんだよ。まあ、これからね結婚を考えていらっしゃる方はすごくいいアドバイスじゃないでしょうね。でそういうふうにして、まず対象となる方、相手の方に何かする何かを言う前にイエス様のところにまず持ってくるということです。でこれが間接的人間関係で、その秘訣をこのマルタが
実際に見せてくださったわけです。間接的人間関係のこのヒントがあるんです。マルタは自分の心に起こったことをありのままイエス様にぶつけたんです。まず間接的人間関係の A は失礼だったと。イエス様が話をしている状況ですよ、こういうメッセージをしている状況の中に突然近くに来て先生というふうにして苦情を言われてごらんなさい、えってフリーズするじゃないですか。でこういう状況だとまだ距離はあるんですが、家庭集会ではこういうことがよく起こるんです。家庭集会、数人の方が集まって、時に、冬でしたらこたつをこう一緒にするというようなそういう状況の時で一生懸命語ってるんですね。そしたら、その途中に、いや先生これはどうなんですか、いや実はねそれはこういうことだよ、あ先生そういうふうに、あ私はそういうふうに思いませんけど、いやここはねこういうところだ、説明してるうちに話が元に戻れなくなってしまって、で話が終わってから、いや先生今日の話何言ってたのかちょっと分かりませんでした、いやお前が言ってたのと思うわけなんですけども、こういうふうにしてですね、話をこう話に介入してくる、失礼ですよねマルタと長年私は思っておりました。でも先ほども言ったようにこれが間接的人間関係、まずありのままの心に起きたことをイエスにぶつけに来たということは失礼なんですけれども、イエス様に関しては OK なんですよ。で間接的人間関係の B は、責任転嫁しているということですね。責任転嫁というのは自分の責任なんだけど相手のせいにしているというこういうことです。はい。で責任転嫁というのは40節のところを見るとこうマルタは訴えているんです。主よ、妹が私にだけ接待させているのを何とも大思いにならないんですか。やっぱり口調も厳しい口調じゃないかったかと私は思うわけですよ。何とも大思いにならなかったんですか、妹に言ってくださいよ、ね、なんてこういう感じなわけなんですよ。よく考えてみてください。ゲストとしてウェルカームだったんですよ最初ね。でそのゲストに妹の責任を取らせようとしてるわけですね。なんとも思いなんなんないの、みたいな感じなんですよ。ゲストなんだから別に思う必要ないわけなんですよ。だから本当のことを言うとこれは誰の問題、そうなんですね、私たちはよくあの人の問題だと思うんですけども、本当誰の問題、誰の問題ですか、自分の問題だったりすることがあるんです。これがマルタが持っていた問題だったんです。ご相談を受けたまわっておりました、おりますときに自分のことを語らない方がいらっしゃるんですよ。いやうちの息子がこうでこうでこうでってね、いやうちの子供が、いやうちの主人が、いやうちの家内が、いやこういうことでこういうこと、本当にねダメなんですよね、もう本当に問題だらけでって、いやあなたはどう思われるんですかって聞くんですが、また話がこうそれていくんですよ。そう言ってもね、なんかうちの子供のことがね本当にね言うこと聞かないんですよねとか、いやうちの主人がだからあなたはなんて思われるんですか、いやうちので、ご自分のことを語られないんです。でこの場合というのは何が問題なんでしょうか。
何が問題だと思いますか。自分と向き合う怖さを抱えているということなんです。で、本当の自分なんか見たら怖くて見れない。だから人の問題とにしているということですよね。人の問題のように見えるんですよ。でも本当のところは誰の問題だったんですか。自分の問題だったんです。そして間接的人間関係の C、 本音というのは思い通りにしたいなんですよ。思い通りにしたい。このマルタは自分では理解していないかもしれませんけれども、立場がイエス様より上になっているんです。だから命令しているわけですよね。イエス様に思うように動いてほしいなんですよ。だからもうね、手伝いするように言ってくださいよ。さあ、これはイエス様の立場を窮地に陥れる言葉なんです。どうしてだと思いますか。現状が見えますか。この話はイエス様の話を妹のマリアはどこで聞いてました。ものすごく近くで聞いてました。はい。マルタはどういう状態で訴えに行ったんですか。近くに来て訴えているんです。ということはこの3人はものすごく近いということです。ということはこのマルタが言っているマルタの感情、全部マリアはもうすぐ近くで聞いている、見ている、感じているということです。するとイエス様がこのマルタが言った後どういう返事をするかで、マリアの一生懸命話を聞いているマリアの心も変化するわけです。もしマルタが言うように、いや確かにそうだよね、ちょっとね手伝ってあげなさいなんて言ったら、え、お姉ちゃんの言うこと聞くのみたいな風になってしまうわけですよ。イエス様の権威が失墜すると。じゃあ逆に叱ったらどうでしょうか。マルタダメですなんてね、今話中だから。そしたら最初ウェルカムだったマルタ、一生懸命接待してもう心を取り乱するくらい一生懸命やっていた彼女の心がパチーンと切れる可能性があるんです。ものすごく窮地に陥っているってことなんです。え、なんて言ったらいいんだろうと普通はここで思うんです。イエス様はなんて答えたんでしょうか。イエス様はマルタになんて答えたんでしょうか。マルタよマルタよ、あなたは多くのことに心を配って思い煩っている。これがまず第一声です。これすごく大事です。多くのことに心を配っている。そうなのよ、もう取り乱すくらい大変なんだからっていうのがマルタ。そうそうそうっていうことです。優しさを感じます。はい。で、マルタよマルタよ、このように名前を繰り返す時っていうのはその人にとって大事なことを告げる、その人の人生の方向転換をこう促すという時でもあるんです。で、それは他の聖書を見ていきますと、弟子のペテロがイエス様を裏切る時の告知をする時に、同じルカによる福音書の後半の方なんですけれども、これは私がお読みします。ルカ22章の31節のところですが、シモンシモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。32節、しかし私はあなたの信仰がなくならないように
あなたのために祈った。こうあります。シモン、シモンというのはペテロのことなんですけれども、裏切ることが、ね、許されたよって、そんなことないっていう否認がこの後入るわけなんですけれども、でパウロ、教会を迫害していたパウロなんですが、使徒行伝の9章の4節のところにこうあります。彼は地に倒れたが、その時サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。これはイエス様の声ということになります。でこの時から迫害していたそのサウロから今度は伝道者になるパウロに変わっていくんです。イエス様が名前を繰り返して言われる時というのは大事なことを伝えている。でその人の人生の転換点でもあるんです。ということはマルタにとっても大事なことを言ってくださった。人生の転換、そのことを促しておられると取れるんです。じゃあイエス様はマルタに何て言ったんでしょうか。しかしなくてならぬものは多くはないんだよ、いや一つだけだよ、マリアはそのいい方を選んだんだと。マリアはいい方を選んだ。マリアは何をしていたんですか。はい、マリアはイエス様の話を聞いていたんです。はい、一生懸命聞いていた。御言葉を聞くというのが大事なんだと。まあね、イエス様に訴えるのもいいんだけれども、御言葉を聞くということがあなたの人生に実を結ぶんですよということなんですね。うん、だから一生懸命何かやるという、それは虚しいことだと旧約聖書のあるところに書いてあります。でも主はその大切な人にはもう豊かに恵んでくださって、もう睡眠もね十分与えてくれるんだよっていうところがあります。だこのように大事な人生に実を結ぶ秘訣というのはイエスに聞き従うことだと、こうマルタを諭したということであります。いや、このことはマルタに、マルタの心に刻まれた。あなたもそう思われるんじゃないでしょうか。間接的人間関係、私とあなたの間にまずイエス様を入れると、心に起こってきたことを直接イエスに伝える。でその時に示されたことがある。で、いや時は時期を待つのかもしれない。でもあなたの人生が実り豊かになっていくということなんです。米沢におりました時に掃除のねご奉仕をしておりました。そしたらそこのところですけれども、その玄関のところでかつて教え子だった愛君としましょう、愛君と出会ったんです。あれ愛君じゃないか、もう十何年も前の話です。でそれで愛君ともう時をね、一緒に過ごして、で愛君が、いや先生俺大変なんだ、生きる気力を失ったんだって訴えられる。どうしたのって話を聞き始めたんです。愛君と最初出会ったのはある高校の臨時講師として、使わされた時でありました。でその当時荒れた学校分かりますでしょうか。静かにって言ってもこっちが静かになったら今度こっちがうるさくなる、静かにって言うと今度はこっちが静かになって、こっちがもうもぐらたたきのように静かにがこう回っていくというような、こういう感じでありました。アイクもうるさいそのグループの一人だったんです。でそれでうるさいそことね、アイクうるさいよって言ったら逆ギレされたんです。なんで僕だけ注意するんですか先生、あっちはもっとうるさいんですよとかって言うわけです。
いや、じゃああっちも注意してるんだ、ね、で私の中にピンときたんですね。1対1だったらもうちょっと強く指導できるんじゃないか、この授業が終わったら相談室に来なさいって言ったんです。相談室っていうのはその相談室でね、こう対面していろいろとご指導できるとこです。ご指導できる。でそれで授業が終わった後、愛くんのいるその相談室に私はちょっと心のこの憤りを感じて、なんて指導してやろうかと、ふざけんじゃねえぞと、まあ、ちょっとね乱暴な言葉になることをお許しください、ふざけんじゃねえぞこの野郎みたいな感じで言ってやろうかなと、イエス様知恵を与えてくださいと。でそうやって一対一なら私にも勝てる見込みがあるんじゃないかと。でそれで相談室に入ろうと思った時にイエス様の十字架のイメージが、え、こんなところで十字架のイメージ、でイエス様のその十字架が私の中にこうこだまするわけです。はあ、イエス様は悪くないのに取りなしの祈りをされた、いやーカットする、でその相談室入るその前にこうカットする、あ、でもしよう、分かりました。でそれでその愛くんが、先生なんで俺だけ注意するんだ、でその時に謝ったんです。いや申し訳なかった、私もね不十分で気が回らなかった、許してほしい、許しをこうたんです。で今度ね私も気が利かないところあるから協力してほしいと、このように愛くんに協力を頼むことができたんです。でこのようなことが何度かあるんですけれども、真摯に向き合うことによってなんと教室の雰囲気は変わり、そのイエス様が示してくださった愛によって変えられて、私自身も変えてきた、こういうことでありました。でこの愛くんは東京の方に働きに行った時に友達ができ、まあ一生懸命やっておりました。で友達の、いや悪いけどその保証人になってくれないかということで、あ、いいよみたいな感じで保証人になったはいいんだけれども、逃げられてしまった、全部自分が負債をいきなり抱えることになり、いや裏切られたというその思い、もう人生真っ暗闇になってしまって、どうしたらいいかわからなくなって実家である米沢に帰ってきた、もうさまよい歩くかのように希望を失い、どうしたらいいんだろうと思っていた時に、この工場教会の十字架を見ることができた。その時に彼の心に何が起こったんでしょうか。あ、先生に会いたい。それであの玄関のところで、何もう十何年過ぎた、もう忘れているはずの私のところに愛くんは訪ねてきてくれたんです。あ、愛くんじゃないか、先生どうして僕の名前を覚えてるんですか。忘れられるわけがない、あんなに苦労したの。で愛くんはその自分のね心のどうしていいかわからないそのところをもうとくとくと話してくださいました。愛くんと共に祈りました。主よ、あなたが道を開いてください。まさか私も教え子に十何年経ってパタリと出会って共に祈ることになるとは思いませんでした。人間関係第三の道、それはあなたの人生に実りをもたらす人間関係です。今日お連れになっていらっしゃる方の中に身近な人、いやあの人は許せないという思いを抱えていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。まず出す前に、まず心がかき乱されているそのご自分の心をイエスのところに持っていく、それは失礼ではない、
それは責任転嫁しているではない、もうご自分のありのままで、いや思い通りにしたいというこの幼児性の私、もうその自分をそっくりまずイエス様のところに持っていって、主よ、この私にあなたは何を語られるんですか、聞いてみてください。あなたは実りある人生に導かれていく。お祈りをいたします。天の地なる神様、私たちは心に葛藤を覚え、あの人許せないだ、いやもういつか仕返ししてやるとか、いろんなことを思いますが、その私の心に持って起きてくるありのままをイエス様にぶつける、それはイエス様は喜んでいらっしゃる、いやあなたの心の痛みは分かっている、イエス様、その心をあなたがちゃんと分かってくださっていることを感謝いたします。どうぞどうしたらいいのか私にお示しください。天来の知恵を持って私を導いてください。そのように祈るひとときや持てることを感謝いたします。今日お世話になっていらっしゃるお一人お一人の中に、いやちょっと身近な人で許せないなという、そういう方いらっしゃる、まずイエス様に聞いてみてください。主が今あなたにイメージを通し、御言葉を通し何か語りかけておられるのです。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。